世界体操競技選手権は、フィグが主催する体操競技の世界大会である。第1回は1903年に、ベルギーのアントウェルペンで行われ、開催国ベルギー、フランス、ルクセンブルク、オランダの4カ国が参加して行われた。当初の主催はフェグであったが、1921年にアメリカ合衆国が加盟した際に、名称変更を行い、現在の名称であるフィグとなった。 現在は百数十カ国の体操協会が加盟している。過去2年に一度、あるいは夏季オリンピックと2年ずらして4年に一度と実施されてきたこともあったが、現在は夏季オリンピックが開催されない年に開催されており、毎年夏季オリンピックか世界体操競技選手権のどちらかが行われているということになる。夏季オリンピック開催前年の大会で団体総合12位以内に、 ランクされると、翌年の夏季オリンピック団体総合に出場することができる。団体競技は、毎年行われているわけではなく、種目別のみ、あるいは種目別と個人総合のみという開催もあり、一概に述べることはできないが、一般的に団体総合、個人総合、個人種目別が行われている。2018年大会は、 団体総合3位以内で2020年、東京オリンピック団体総合出場権が与えられた。これまで日本国内では NHK が FIG から直接放映権を買収し、BS1 中心に中継を行ってきた。2011年の東京大会開催を機に FIG は国内放映権を日本体操協会に譲渡し、フジテレビが2009年から2016年までの 世界選手権を含む国際大会放映権を獲得した。2017年からはテレビ朝日が中継を行うが、2017年モントリオール大会は全日程録画中継された。ありがとうございます。